どうもカマです。キャプテンオブインダストリー実況パート2やっていきましょう。フォトモードを使うとこのぐらいまで近くに寄ることができることが分かりました。いいね。結構細かいところまでちゃんと作り込まれてるの分かりますね。これ見るとね、いいじゃん。はい、前回最後に研究のなんだっけ、保守、あの修理とかができるね、研究完了しましたので、今回いろいろ直していきたいですね。この造船所とか船もこれ修理できるようになったのかな？の前に、先に次の研究をね、見ていきましょうか。ちょっとこれ行きたいな。車両工業、車両基地、油圧ショベル、集荷、今ある乗り物の数増やしたり、あとはね、鉱山完成塔ってなんだろうね。ちょっとこれやっていきたいっすね。はい、そして、どれかな?発電機?発電機はまだいらないか。これだな。保守点検デポ。歯車、機械部品と、電子機器だっけ、あれ。あれで、この、なんだろう、修理用の材料みたいなやつかよ、あれ。あれが作れるようになると。電子機器電子機器ってどうやって作るんだっけ、これ。ああ、そっかそっか。組み立て工場で作るんだっけ。ゴムはあるからね、銅あ、でも銅も一応在庫はあるんだな。自分で作り出さないけども。今ある在庫を使って電子機器をじゃあ作ろうか。隣に並べます。電。で、レシピは、はい。電子機器を作ってくれ。で、保守点検デポが、そうか。これは電気使うのか。とか、今までは電気使ってなかったってこと？そうだね。電気使ってない。手動だからか。組み立て工場。じゃあ結局、発電機が必要なんだね。軽油燃料発電機。これいこうか。あ、発電機作るのに電子機器15個必要だって。じゃあちょっと待つか。電子機器溜まるまで少し時間進めよう。おー、いいね、いいね。いっぱい持ってきた。はい、はい、はい。作ってますよ、電子機器。これさ、材料っていうか、出来上がった電子機器とか、そういうのを溜め込む場所がわかんねえんだよな。倉庫とかないんだっけ？ OK、発電機も作っちゃおう。電線がいるのかな？わかんないけど、いいか。適当にとこっか。ね。よくわかんないから。わかんないから。よし。はい。車両、工業、アンロック。もう調査完了したの、研究。早いな。どんどんいけるね。じゃあ次、貿易埠頭行ってみる？これで貿易港を作れば、前回見たマップで、隣の町とかと貿易できるね。あ、隊員倉庫ってある。この倉庫か。そこに作ったものいっぱい溜め込んでおけんのかな？はい、研究。で、あ、持ってきた持ってきた。軽油。軽油で発電してください。発電してください。ファンが回らない。どうした？使い道がない。必要事項、活用法ゼロ。使い道がないから、まだ発電してないってことかもしんない。賢いな。意外と。じゃあ、保守点検デポを作ろうか。これは港のそばに置いとこうかな。はい。完成。なにこれ？グローバルメンテナンスってなにこれ？グローバル。あ、この、今俺が作ってるこのマップ全体の修理の、が必要な割合みたいな感じ？わかんないけど。はい、作ってます。メンテナンス部品かなこれ。35個作ってます。で、修理ってどうすんだっけこれ。修理したいな。造船所とかこれ修理できんじゃないのこれ。違うん？できんじゃないのこれ。やり方わかんないけど。お、回り出した回り出した。いいよ。はいはい。発電してますね。オッケー。あ、貿易埠頭の研究も終わった。ちょっと待って、追いつかない。ちょっと待って。先にさ、採掘できるようになったから、採掘しましょう。レイヤーで、はい。これで資源がわかる。あー、石炭取るか。ね。こう近いし。石炭を掘って、石炭を掘ればさ、ここの森を伐採せずに済むよね。もしかしたら森は貴重かもしんないから。森取っといてさ、ここの石灰を、あー、石炭を掘ろう。鉱山完成とこれか。これがないと掘ることができないって言ってたからね。こういうところでいいのかな？こ
ここら辺に管制塔を作っといて、はい、来た。管制塔を作る。できました。ハンマーなんだろうけども、父に見えるね。鉱山の父。トラック、ん？掘削機がない。割り当てられた掘削機ゼロだけど。俺、掘削機持ってないってこと？これか、車両基地。トラックやショベルカーなどの車両を作ることができる。これ、保守点検デポの隣に置いとこうかな。ここにこう、仲良く並んで。喧嘩すんだよ。で、そうだ。研究を続けよう。次は、コンクリート製造、電波発信機、基本的な軽油燃料発電機。あれ？発電機？さっきも発電機アンロックしたけど。あ、石油を軽油に変換できる。とりあえず、お手頃そうな電波発信機を先に研究しちゃおっかな。はい。労働者を増やすことができる施設ですね。よーっ。で、ここで、おー、はいはい。これだよね。多分、小型油圧ショベルカー。こいつが、うん、採掘用だね。作ってください。何あれ。あ、車両部品。ほーん、180個あるからね。まあいいんじゃないですか。行きましょう。はい。とりあえず1、もう1個行く ?2 個。OK! できました完成おーできた、できた。いいよー。ショベルカー。おーすごい。なんか頼もしい。じゃあですね、ここの石炭を掘りましょうか。上から掘っていった方がいいよね。この辺り。こう。これはいけそうだね。うん。これいけんのかな ?5、4、3。これ高さだよね。海抜5、4、3。だんだん地下に掘っていくんだよね。で、割り当て。はい。掘削機割り当て。で、掘削した石炭を運ぶトラックも、これは1台でいいか？来ましたーいいぞー頼もしいぞーいいねー。ちゃんと木の間抜けていくな。すごいね。ああ、めり込んだわ。ある程度はこう頑張ってますよ。あ、なるほど。こっちから行くのか。こうやって登って、こっから掘るのね。雨降ってきちゃったけど。でも雨降んないとな、畑育たねえからな。じゃがいも取れなくなっちゃうから。さあ、おお！すごい。掘ってる掘ってる。掘ってる掘ってるけど、そうか、トラックか。ヘイトラック。トラックは？あ、来た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 。ちょっと遠いな、これな。こっちから来なきゃいけないのか。待って、これで、石炭どれぐらい？土やないか。ああ、先に土からなのか。石炭どこにあるの？この石炭バーのちょうど間を縫ってるけど、これない？もしかして。ないないない。あ、でも石炭取れてる。よかったよかったよかった。取れてんじゃん。びっくりしたよ。あれ、トラックは石炭を配送できませんって言われた。石炭、石炭。あ、ここもいっぱい？溶鉱炉。石炭がこれ以上入っていかない的な？そうか。じゃあ、あれ作ろう。倉庫、倉庫。これ、単位倉庫。これがあれば、固形物を180個まで格納。待って、固形物。リストの中に石炭ねえな。でも、結局これ鉄が作れてないんだよね。うん、鉄がいっぱいだって言ってんだよ。だから、鉄がいっぱいなので、ここで、溶鉱炉の石炭を消費できてないのよ。だから、鉄を倉庫にしまえば、石炭も使われ始めるので、はい。で、保管できる製品をこれ多分選ぶんだね。鉄、ん？あ、一個だけ？そっか、単位倉庫ってそういうこと？あらー、そう。倉庫に持ってきたね。いいよ、いいよ。もう40個溜まってるよ、鉄。おー、じゃんじゃん持ってきてんじゃないこれ。次。次は、あ、船舶用ドック修理来た。船のドックを修理できるようになり、船の修理取り掛かれるようになる。これやろっか。造船所。はい。で、その次は、今度コンクリート製造したいんですよ。
石灰石を原料にセメントを作り出すのです。で、セメントとクズ粉砕と水でコンクリート、水コンクリートの床板を作ることができると。あと砂利でもいいのか。だから、あれだ。石灰石も掘った方が良さそうな気がしてきた。石灰石どこにあるかっつーと、これかな？山じゃん。こっからかな？こっから、こんなイメージです？こうかい？あー、これはいけるね。はいはいはい。で、一方で、めちゃめちゃ電子機器とかも溜まっちゃってんだよな。電子機器の倉庫も作っとこうか。なんかいろいろ溜めておきたいよね。てか、早くコンベアが欲しいな。機械部品も。この保守点検デポは、メンテナンスの状況 100% か。あ、バッチリメンテできてますってことか。あ、そしてこれ。インキュー、赤くなった。トラックがもういっぱいいっぱいですって言ってる。トラック作ろうか。車両基地で。2台ぐらい。よし！船舶用ドック修理、完了！造船所の修理、修理、ありました！建設用部品だけでいけるんだね。75使うけども。いや、でもやりましょう。はい。修理。すごいすごい。造船所直してまーす。お、完成も早くない？直った？直った！すごい！船舶設計だって。なにこれ？船舶用エンジン、前奏式、後奏式、アーマー。船橋、部品、パーツごとに船作るってこと。すごい。でも先にとりあえずこの船を直した方がいいよね。これも修理できるんですよね。修理。鉄124。鉄いっぱいあるからいいんじゃない？いっぱい作ってますよ、今。完成した？修理終わったんじゃない？じゃあちょっとどっか行ってみる？それがこのハテナのところか。そういうことね。まあ、近場からちょっと行ってみようかね。ここ？エクスプローラー。え？探求する必要があるのです。出荷指示。燃料が不足しているだって。どうすればいいのこれ。燃料不足してるけど。なるほど。これをこうすんのか。はい。こうすると、燃料を、積んだ積んだ。オッケー。この状態か。これで、ここに、探検。すげえ雨の中、あいにくの雨ですけれども、行ってらっしゃい。お願いします。すげえ。何を見つけて帰ってくるだろう。金塊ザクザク。でも金ってこのゲーム意味ないよな。ちょっと待って、見てくれ。これ、道できてるよね。車がたくさん通る場所は自然と道ができるんだ。なるほどねー。自分で道は作れないのかね。そのうちアンドックとかあるのかな。で、なんだっけ、そっか、研究研究。研究、コンクリート製造ですね。行きましょう。これで、石灰石を使えるようになる。もう着いた。探索地。早くない？戦利品発見。24人。戦利品と言っていいのかな？ 24 人。自分たちの意思で来るんだよね。大丈夫だよね。で、ゴム、銅、車両部品。大した量はないけどね。まあでもいいんじゃない？万歳！怖えな。大丈夫かな？ノリが怖いぞ。で、戻ってく、すごい！増えた場所。すご！まだいけます？燃料足りてるかな？まだいけるね。行こう行こう。そのまんま。はい。24に乗せたまま。すごい。電子機器ももういっぱいになっちゃった。すごいね。機械部品もいっぱいだ。これあれだな。なんだっけ？車両部品だっけ？作る？横に並べまーす。でん。はい。着いた探索地。プラス25人。さらに。すごくない？一回戻ってこよう。帰ってきなさい。ファーム収穫後すべてのジャガイモを保存できませんでした。もういっぱいだって言ってる。あれ、じゃがいも？倉庫に入れることできる？できないね、じゃがいも。どうすればいいの、じゃがいもって。じゃがいも倉庫が欲しいんだけど。やばい、廃棄するしかないのか。作りすぎた。
うわー、これは農家の方が悲しむな。あ、帰ってきました。帰ってきて、そしてホームレスが。ホームレスが。4人溢れてんのか。はい、住宅。70人住めるようになるからね。これを作っておきましょう。でかいな、こう見ると。こうかな。降ります。はい。住宅っつうか、トレーラーハウス。だね。もっとちゃんとした立派な家作れるのかね。おー、すごい、うねうねうねって上がってくね。はい、できましたよ。お待たせしました。お待たせしました。はーい。すごい、一気に労働者55人だって。素晴らしいね。コンクリート製造が完了したので、新しい研究。これどこまであるの？研究って。めちゃめちゃある。めちゃめちゃ、え？すごいあるけど、え？やば。あー、ロケットあった。これ最終目標だね。ロボットとかあるけど、あ、やば。すごいんだけど。なんだこの量。わ。じゃあ、経営を生み出せる研究しようか。ね。これ行きましょう。これか。セメント作るやつ。セメント回転釜。これ欲しいね。はい。で、今度はそれを、コンクリートミキサー使って、くず粉砕か、砂利と水を使って床板を作ると。とりあえず、ちょっと置いとこうか。で、水？水はこれだね。雨水貯留装置。ああ、雨水なんだ。なんかさ、資源を見ると、ここ水なのよ。地下水だね、これね。これを掘る方法もなんかありそうではあるんだけどな。普通に掘削で掘れんのかな？いいか、とりあえず雨水。わかんないけど、この辺りからここにこう設置しておこうか？雨水を貯めておきましょう。で、この粉砕機で、クズを作る。クズ粉砕。クズをクズ粉砕に。すごいパワーワード。クズをクズ粉砕。で、岩を砂利にする。クズってどっから手に入れんのこれ。資源にはなさそうだね。とりあえず粉砕機作っとくか。はい。よし。これが、セメント回転釜。できました。おー、回転してる回転してる。すごい。早速作ってるよ。で、あ、そっか、排気ガスが出るんだっけ。ここか。煙突をつけなきゃいけないのか。ガシャン。はい。で、雨水溜めるところ。はあ、こんなんなの。すごく原始的だね。これビニールシート？ああ、ちゃんとパイプがあって、ここに溜まるんだ。面白いね。で、多分、ここから、配管を通して、持ってける感じじゃない？これ。こうして、ビヨーンって伸ばして、どこだっけ？水。ああ、そこか。遠いです。あ、待って。建設用部品がもうほとんどない。やばい。ちょっとこれ、後回し。先に、建設用部品を作る、組み立て工場か。行った方がいいんだ、これ。はい。建設関連部品か。これ岩とかクズがわかんねえな、これ。どっからこれは取るんだ？岩&クズ。溶鉱炉で、これ、クズだね。鉄鉱石を溶かせば、クズが出来上がるぞ。これだ！これ鉄鉱石だよね。オッケー。これ掘るか。ショベルカーもう一台作りますよ。マインタワーか。建設部品15使うけど。はい。で、また、労働者ちょっとずつ減ってきたな。よし。もう一回、探索に行こうか。次はじゃあ、こっち方面行きます。右。東側。行ってらっしゃい。ん？損傷した貨物船を発見した。新発見。貨物船の技術。やったー！え？すごい、技術発見したぞ。貨物船は、世界の鉱山や石油採掘場、からの製品配送を自動化できる。あー、なるほどね。原材料を自動で持ってくることができるってことね。今やってる貿易
降だと全部手動だからね。どんどんできること広がっていくな。こいつはやべえぞ。ああ、そして岩だ、岩だ。この鉄鉱石の山、鉄鉱山からは岩が掘れるんだ。いいですね。ああ、ちょっと待って、どんどん増えていく。基本的な軽油燃料発電機のアンドックが研究完了。そして、チュートリアル健康公害。ちょっと待ってくれ。気づいたら時間すげえ経ってくからさ。一旦ここで区切りましょう。はい。また、次回ですね、続きをやっていきましょうね。すごいね。いろいろどんどんアンドックされていく。正直めちゃめちゃ楽しい。はい、ということで、じゃあまた次回もやっていきましょう。よければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ!